まあまあ、僕は今日は早く出かけないといけない。お医者さんに行かないといけない。はい、お医者さんに行ってきます。歯医者さん。歯医者さんに行ってきます。はい。デンティスト？デンターって何なんだ？デンター、歯。歯？歯の人。デンターよ。デンターシステマ。そう、デンターって何や？デンティストは？デンティストは歯医者さん。あ、最上級か。デンターデンティストじゃなくて、うん、何や。デンティストしか聞いたことないですね。デンティストやな。デンティストは歯医者さん。はい。歯は何て言うの？トゥース。トゥースやな。はい、今日は何？あ、これな。 AK チャンク&AK ラバジグのちっちゃいやつがもうじきリリースやねんね。で、もともとこのね、でかい AK チャンクと AK ラバジグ、これは赤松が結構ね、得意としてたジグ豚、豚っていうのはいわゆるポークチャンクね、ポークチャンクの釣りっていうのをすごく得意にしてて、僕が一回使ったんかな、一回ちょっと使わせてって言ってね、使ったの。トゥッツッツッツッと、その時のあたりがトゥッツッツッ、うんうんうんって、あのルアーらしからのあたりが出るんだよ。これは何ってなって、それの食い方にちょっとスイッチオンになって、で赤松が割と、まあ、シークレットっていうほどでもないんだけど、そういう釣りとしてちょっとあんまり口を大きく開かない、まあいつもそうなんですけど、彼はここにおるけどね、彼まあまあちょっと釣れそうだなって言ったら、いや、まあ、まあ普通なんですけどねって言って、もうその普通なんですけどね感が、あ、これは何か意味があるなということで、じゃあそれをワームで作ろうというところで作ったのがこういったよね。まあ、彼と、まあ、一緒に作った処女作といいますか、まあ、ジグもそうなんだけど、このトレーラーね、作りました。物々しくて、まずは見た目は、ポークと同じような動きにしようよと、トン、余韻が残るね。でそのためにここを分厚くした、で切り込みを深く入れて、まあ、フレックスに動くように、ほぼほぼ満足のいく動きになったのね。ただもうこれが良かったわけですよ、彼は、赤松はね、足がないやつが欲しいと。そんな、なんかもったいないじゃないですか、足つけようよって言って僕が足をつけました。まあ蛇に足つけたようなもんやね、彼からすると打足だった。なんだけど切れるじゃないですか、こうやって。で赤松を説得させて足をつけてみた。でまあ僕のこだわりの足なんで、この向きがちょっとずつ変えてあります。だから3つの足がこう動くのね、こう動きます。だから両方でこうなったらこういうふうに動くのね、うん、うまいこと言わへんの、こうこうや。なんでね、右左右右左右って動くの。そうすることで遠い水を触れるので動きが大きくなると。結果的にはジグのトレーラー使い以外に単体使いもできるようになって、その時にこの足がまあまあいい仕事をする。そのでかいチャンクがあって、それをじゃあみんなが使うかと、で僕もよく使うか、そんなに使わない、なぜか、ベストないわゆるタックルセッティングが幅が狭いんですよね。20ポンドフロープラスガチガチロッド、それで初めてこいつが、まあ、息を吹き返すというか、生物に戻るというか、あの魚に非常に魅力的に見せるような演出ができる。でいや、これ赤松ええけど前だけの武器じゃんかとね、じゃあみんなにそれを使ってもらおうよということで、できたのがこのちっちゃいやつね、これね、はい、ジュニア。だからこれでまあみんなが使えるようになったんじゃないかなと思いますね。はい、今回のね、最大の特徴は、もともとのオリジナル、テールというかハサミというか、このビラビラやね、ビラビラを分厚いもので切り込みをたくさん入れたものから、薄いもので切り込みも薄く、あ、切り込み逆やね、だからあの名残として、デザインの名残としてボコにしてあります。これも完全にデザインです。でペランペランにしました。でプラスこの先っちょを重たくして、重たくというか物々しくして、こうふらふらふにゃふにゃ動く、
でトンとついた時にこう余韻がね、ボトムにトンとついた時に余韻が、起こるようにしてあるっていうのが、まあ彼の今回の、なんていうかな、表現方法でしたね。これ何グラム？8グラム、7グラムぐらいね。で9グラムか。ヘッドは7と9です。7と9だね、はい、だから、まあ、いわゆる 10.5 グラム以下、8分の3オンス以下ということで、14ポンド、12ポンド、時として16ポンドを使ったりする釣りにすごく使いやすいってことは、どんなタックルでも使えるみたいな、トゥッテ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 ッグンっていうあの辺りを味わいながらフィールドを選ばないみたいな、そういう時に使うようなものになったということでね。でなんか俺使おうとしたらさ、チャンクはくれるんやけど、はい、ヘッドくれないけど、それはなんで。いや機械がなかった。いや機械何回もあって、ああ分かりましたって言って、いやもう先帰りますとか、もう4回ぐらい俺これちょっと欲しいって言って、はい、昨日もロケだったんだけど、はい、結果持ってってないんだけど。でしたっけ、うん、これ何個あるのこれ、もうあるのこれ、あなたのところにはあるのこれ。僕のところにはまあまあ必要最低限。最低限って何個あるの？5個とかそんなん。いやもうちょっとおかしいな。まあそういうやつですよ。だからちょうだいや。はいはい。ちゃんとちょうだいや。はい、すいません、うん、トレーラーは先出んのね。なんかそうなんです。トレーラーが先出て、お前また世間にもこれを。いやこれまたヘッドが出ないの？ヘッドはちょっと4月中。おかしくないか？もったいぶったとかではないんですけど。いやまあそうやね、まあちょうど4月3月なんで、まあテキサスリーグ、フリーリーグ、あとヘビーツね、ドゥルルルルブンってこうね、途中で止めるっていうのはいいよね。重りだけ下に沈んで中層でふわっとこう落ちていくのは、まあ好きに使ってください。いった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 。おっしゃー。